皆さんこんにちは。こんにちは。野球観戦の時にトップバリューをたくさん買ったでしょう。今日はあれの紹介をしていこうと思うのだ。オケマル水産。まずはこれ、トップバリューの黄色いやつのおつまみ、いろいろなのだ。俗に言う乾き物ってやつね。値段はすべて88円、3個で258円になるからまとめて買ったのだ。一番左のってベビースターラーメンよね。おやつカンパニーが作ってるのかしら。これは茨城県の茨城食品ガーリック工業ってとこが作ってるのだ。初めて聞くメーカーね。プライベートブランドを専門に作る会社みたいだね。レトルト食品やお菓子、カップ麺の火薬を作ってるんだって。知らないだけで食べてるかもしれないわね。評価は星3。ベビースターラーメンの方が味が濃くて美味しい。ピーナッツはいらないかな。量はそこそこ入ってるんだけどね。はい、次。今日はやけに早いわね。これはサキイカだね。愛媛県の扇谷食品株式会社が製造。チーズや小魚、イカのおつまみを作ってるみたい。評価は星2。これめっちゃ粉っぽくて甘いの。定価量が少ないのだ。こんなんじゃすぐなくなっちゃうよ。88円の限界かしらね。甘い粉がまとわりついてすごく気になるのだ。次はドライソーセージ株式会社ナトリが製造。聞いたことがあるメーカーね。おつまみコーナーに行けばナトリの商品が多分あるんじゃないかな。評価は星1。味はそこそこだけど5個しか入ってないのだ。袋の割にこれだけってなるのだ。お弁当の揚げ底を見てがっかりする感じかしら。500円出して他メーカーのを買った方が絶対いいよ。味じゃなく量で星1をつける日が来るとは思わなかったのだ。黄色ロゴなのにパッケージのデザインがいいから思わず手が伸びちゃうわね。このおつまみシリーズは種類がたくさん出てて目立つ陳列をしてたんだよね。選ぶ楽しみはすごいの。どれにしようかなって。その分食べた時の味や量にがっかりしちゃうのだ。天国から地獄へって感じなのね。駅の売店ならいいけど家庭用だとちょい厳しいね。次はこれ、生ハムとベビーチーズなのだ。チーズは似たようなものがあったわよね。 QBB って書いてあるやつじゃないかな。そっちは六甲バター株式会社が作ってるチーズブランドだね。チーズの国内シェアが2位らしいよ。じゃあトップバリューの方はどこが作ってるのかしら。マリンフード株式会社だね。値段は4個入り88円。 4K スーパーだとどっちも陳列されてるんじゃないかな。味はどうなのかしら。 QBB は食べたことないんだけど、トップバリューのは普通にチーズだよ。まあこのタイプのチーズだと雪印の 6P チーズを食べちゃうかな。あのシリーズにコクとうまみってのがあるんだけど、あれがうまいのなんの。だから安く済ませたい時にトップバリューのを使うかな。星評価としてはどうかしら。トップバリューベビーチーズは星4かな。すごく美味しいってわけじゃないけど、安くてこれだけあるなら十分だね。次はしっとりまろやか生ハムロース。値段は1パック 110g で278円。製造は大仙春節サブール株式会社。どっかのグループ企業だね。合併しまくってて説明が面倒なので省略。大仙って鳥取県にある山の名前だから鳥取で作ってるのかと思ったら、どうやら北海道で作ってるみたいなのだ。東京ドイツ村みたいなものかしら。いろいろややこしいけどとっても美味しいよ。評価は星5。今回はベビーチーズをこんな感じでちぎっていって、生ハムを巻いて食べたんだけど、これがうまいのなんの。トップバリューの黄色いやつ同士の掛け合わせならトップクラスだね。素材がかなりいいのね。あとは薄くてペタッとチーズに張り付いてるから一体感があるね。普通のハムだと食感が落ちるのだ。トップバリューの黄色いやつはちょっと不安だわって人には、まずこれを試してもらいたいのだ。税込みでも400円をちょっと超えるくらいかしら。最初に見た乾き物よりこっちの方が良さそうね。今日最後に紹介するのはこちら、バウムクーヘンなのだ。これはトップバリューでも赤い方ね。瀬戸内産レモンのバウムとバナナのバウム、2種類あるのね。値段はどちらも98円なのだ。すごくお値打ちって感じではないかしら。トップバリューは割とバウムクーヘンの種類やサイズが豊富で、黄色い方もちゃんとあるのだ。今回はこれが目立つところにあったから買っちゃったんだけど、レモンのは3月15日に新発売したものだって。製造はイオンじゃないわよね。株式会社シェリエって埼玉県の会社みたいだよ。ここもプライベートブランドを専門に作る会社みたいだけど、オンラインショップや直営店で自社製品が買えるみたい。ホームページに工場の写真が載ってたんだけど、メルヘンチックなのだ。工場というよりホテルみたいね。でも卵の供給不足で直営店は一時閉鎖になってるみたい。洋菓子は卵を使うから値上がりや品不足が心配ね。評価はどちらも星4。もう少し厚みが欲しかったかな。バナナはかなりバナナ感があるよ。僕はレモンの方が好き。
駆け足で見てきたけどどうだった？今回はただ安いだけじゃダメってのがよくわかったわね。あとはそうね、プライベートブランドを専門に扱う会社って結構あるのね。知らなかったわ。オリジナル、エクイプメント、マニュファクチャリング、略して OEM って言うらしいよ。どんな意味なの？ Google さんの歩にはこうだって。へえ、そのままの意味なのね。こういう会社があるから美味しいものが安く買えるんだね。じゃあ今日はこの辺りでおしまいにしようか。それでは皆さん、ごきげんよう。